子供の死体とか見たことある？何の罪もないお母さんと赤ちゃんが躊躇なく撃たれて死ぬ。 SNS のポリシーがあって、載せていいものとダメなものを僕らがこうやって判断していくんです。消したらこれは永遠にネットから消えてなくなります。ノートに書いてるんです、死んだ人たちのこと。